空中ブランゴは、セルゲイ・プロコフィエフが作曲したバレエ音楽。50奏曲作品39と深いつながりを持っている。全8曲のバレエ音楽の全曲は1925年11月6日に、ハノーファー近郊のドイツの都市、ゴータで初演された。1924年、パリに滞在しているプロコフィエフに対して、旅の一座からバレエ作曲の移植が入った。しかし、 劇団に伴奏音楽を奏でる楽団にはわずか5人の団員しかいなかった。これがプロコフィエフにとっては室内楽よりの音楽を書くきっかけとなる。当時、室内楽作品として一つ前の作品に当たったのはヘブライの主題による序曲作品34であった。後に、プロコフィエフはこのバレエ音楽を2つの作品、50奏曲、 作品39とリベルティメント作品43に組み込んでいる。8つの楽曲からなり、演奏には約20から25分を要する。バレー、空中ブランコは2002年に再構成されており、五部八曲での構成となっている。序曲モデラーとモルトリトマート、マテローテアレグロバレリーナテーマコンバリアチオーニ、アンダンテエネルシコ曲原始の踊りアレグロソステヌート、 マコンブリオアダージョペサンテアレグロプレチーピターとマノントロッポプレストバレリーナを痛むアンダンティーノ。ありがとうございます。